タチアナ・ペレビニスは、ウクライナ・ハルキウ出身の女子プロテニス選手。2005年のウィンブルドン混合ダブルス部門で、オーストラリアのポール・ハンリート・ペアを組んで、準優勝した選手である。自己最高ランキングは、シングルス55位、ダブルス35位。WTA ツアーで、シングルスの優勝はないが、ダブルスで6勝を挙げている。1996年に、プロ入り。 1999年から女子テニス国別対抗戦、フェドカップのウクライナ代表に選出され、2004年まで6年間代表選手を務めた。ジュニア選手の大会では、2000年ウィンブルドンの女子ジュニア部門でシングルス準優勝、ダブルス優勝がある。2001年全豪オープンから4大大会の予選会に出場し始め、同年の全米オープンで本戦初出場を果たす。 2002年6月、ウズベキスタンタシュケント大会でダブルス初優勝を達成。ペルビニスは2004年にシングルスの好成績を多く出し、全仏オープンとウィンブルドンで2大会連続の3回戦に進み、8月第2週のスウェーデンストックホルム大会で初の女子ツアー大会決勝進出があった。その決勝戦では、オーストラリアのアリシア・モリクニ1から6。 1>, 1から6で敗れ、シングルス初優勝のチャンスを逃してしまう。ストックホルム大会準優勝の後、ペレビニスは2004年アテネ五輪にもウクライナ、代表選手として出場した。女子シングルス2回戦では、日本の杉山愛と対戦し7から5、6から4で敗れている。2005年のウィンブルドンで、タチアナ・ペレビニスは、オーストラリアのポール・ハンリーと混合ダブルスのペアを組み、 初めての決勝戦に勝ち進んだ。ハンリーとペレビニスは決勝でマフェ・ショブ・パシマリー・ピエルス組に4から6、2から6で敗れて準優勝になった。ウクライナの女子テニス選手によるウィンブルドン決勝進出は1999年の女子ダブルス準優勝者になったエレナ・タタルコア以来2人目であった。ウィンブルドン混合ダブルス準優勝の後、 ペレビニスはウイルス感染症を患い、2005年シーズン、後半のトーナメントを棒に振った。この期間中に、コーチのドミトリー・ザ・ドローズニーと結婚。2006年2月からツアーに復帰し、同年のウィンブルドン女子ダブルスにおいて、同じウクライナのユリアナ・フェダクト組んで、準決勝に進出した。2007年5月上旬に、ポーランド・ワルシャーで開かれた、J、J&S カップのダブルスで、 ベラ・ドゥシェビナと組んで復活優勝を果たす。2007年ウィンブルドンで久々に4大大会の予選会を通過し、本戦2回戦まで勝ち進んだ後、全米オープンでも予選を通過する。2008年には4年ぶりのフェドカップ代表復帰も果たし、北京五輪で2度目のオリンピックに出場する。全米オープンでシビル・バンマーとの3回戦まで進出した。 テレビニスは2009年ウィンブルドン選手権を最後に、公式試合から遠ざかっている。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール海戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選海戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス。 Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。ありがとうございます。